お帰りなさい。そしてごめんなさい、また町のために奔走させてしまって。水臭いこと言わないで、ブローニャ。それよりちょっと疲れてるみたいだけど大丈夫？大丈夫、ただ最近あまり休めていないだけ。予想外の事態が多すぎて。カンパニーの行動は早い。今もベロブルグの至るところで彼らの仲間が資産評価を口実に歩き回っている。でもあなたたちが言っていた大航空以外、特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃあ、あれから改めてトパーズと連絡は取った？うちらずっと気になってたの、彼女が提案した解決策が何なのか。ええ、だから二人の意見を聞きたくてこうして来てもらったの。これを見て。これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手紙も添えられている。先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。ブローニャさんへ、この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば人情を身にかけたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば、私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、他の星の委託製造に、主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中、母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨、そしてスモッグにさらされながら、ただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーが私の母星を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーは、それを提供する見返りとして惑星のすべての住民にカンパニーの社員になる、もしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は、同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのはあなたに伝えたいことがあったからです。
自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時、それ以上に価値を与えられるものがある。生存のようにベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を経る必要があると思いますか？未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか？性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか？私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリーロ6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。トパースの手紙かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？彼女は高い地位にいるカンパニーの使者だから、誠実という武器の使い方を知っているのだと思う。いずれにしても彼女の言う通り、この選択は難しすぎる。この星の運命も抱えている文明も、過去に起きたこともこれから起こることも、全てが私の指先にかかっている。これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。うちもブローニャの判断を信じてるけど、こんな重大な選択とそれに伴う結果をブローニャだけに背負わせるなんて、考えただけでもゾッとする。うちだったら一生こんな選択したくないもん。トパーズさんがくれた猶予はとても短い。多分私に早く決断してほしいんだと思う。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらうつもりだったけど、残された時間を考えるとそれも難しいから、今すぐクリフォト城の喧騒者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにあなたたちに意見を聞いてきてほしい。ベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手ならきっと本音を打ち明けてくれるはず。ベロブルグのことなんだからうちらはいいの？安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。みんなの意見を集めるなら上層部と下層部どっちも考慮しないとだよね。よし、まずは上層部の人たちから聞いていこう。安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。
どうしたの、こんな急に。ずいぶん堅苦しい口ぶりだね。あんたらしくないね。重要なことって言ってみな。一体どういう、いや情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。時間がないの、セイバル。何か思うことがあれば素直に言って。分かった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインするかな。え、セイバルの性格じゃ絶対同意しないと思ってたのに。そんなに意外？でも私の理由は至ってシンプルだよ。その契約書にサインすれば、これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に仮想部の人たちにとってはそれだけで十分意味がある。カンパニーのために働く点については、まあ人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって、性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かにほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。なるほど、セイバルはそう思ってるんだ。わかった、セイバルの意見を記録するね。またお会いしましたね。お元気でしたか？あなた浮かない顔をしていますが、どうかしたのですか？どうやら真面目な話のようですね。わかりました、聞かせてください。今の話は本当ですか？悪い冗談ではありませんよね？うちらも冗談で会ってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。このような重大な決断をこのような短い時間で。冷静に、ペラ、冷静に考えるの。考えました。私に決定権があるとしたら、カンパニーが出した条件に同意すると思います。そっか、ペラはどうしてそう思ったの？いくつかの観測結果を見たのです。現在の寒波の減退速度から考えると、街を覆う風雪が完全に収まるまで少なくとも 3,4 世代はかかるでしょう。しかしこれは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか？そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも、身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。わかった、ペラの意見を記録するね。もし本当にカンパニー自分の手、私の意見、
開拓者たちじゃないか。久しぶりだな。またベロブルグに戻ってきたのか。あいにくだが、最近は城内の治安が悪化している。突然現れた黒服の連中が暴れ回っていて、シルバーメインも手が出せないんだ。ん？なんだ？俺の意見が必要なこと？それが奴らの正体だったのか。信じられん。なんと恐ろしい真実だ。大守護者様はかつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。あの方のためにできることはないのか。こんな、うちらは今ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない。あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ。絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろう。あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところでそれが破られないと誰が保証できる。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。1秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。ダン、さすが軍人の気構えがある。わかった、あんたの意見を記録するね。上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやゼーレたちの意見が気になる。まだ早いし、どこかへ行く？美月ちゃんに君？下層部にいるなんて。顔がこわばってるみたいだけど、何かあったの？ずいぶん急だけど、二人がわざわざ来たのならきっと大事なことなんでしょうね。分かった、心して聞くわ。本当にすごい情報量ね。ごめんなさい、急いでいるのは分かるんだけど、少し考える時間をちょうだい。大丈夫だよナターシャ、思ったことを素直に言ってくれればいいの。そうね、私がブローニャだったらその契約書にはサインしないわ。確かにカンパニーから提示された内容は魅力的よ。それにもし断ったりすればベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。私は下層部での経験を通してこの言葉を深く理解することができた。私は綺麗な鳥籠にとらわれて偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が一枚増えた。答えてくれてありがとうナターシャ。ベロブルグの救世主たちじゃないか。お前らが戻ってきたと聞いて、いつこのおじさんに会いに来てくれるかと思っていたところだ。顔色が良くないな。どうした？何か悩み事でもあるのか？ああ、あの黒服の連中と関係があるんだな。いいぞ。俺も奴らの正体が気になっていた。行ってみろ。力になれるかもしれない。ほう、これは参ったな。
ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。ベロブルグの知り合いの中で一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。本当の気持ちを聞きたいか。この年になると夢にも異業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる。再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか。俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか。千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか。確かにそういう視点で考えたことはなかった。重すぎる称号だよね。とにかくオレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。美月お姉さんと、お姉さん、どうして戻ってきたんですか？やっほークララちゃん。あれ、スバローグは？お出かけ中？スバローグは、トパーズというお姉さんと一緒に出かけました。え、トパーズ？どこに行ったか知ってる？クララにもよく。でもスバローグはすぐに帰ってくるって約束してくれました。どうしよう、スバローグからなら建設的な意見が聞けると思ったのに。そうだね、タンコーも前に言ってた気がする。クララちゃんは小さいけど物事の本質を見抜く力があるって。え、美月お姉さん、クララに何か聞きたいことでもあるんですか？複雑で重い話ですね。クララどうしたら。大丈夫だよクララちゃん、思ったことを素直に話して。あの、クララはもし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。クララとフック、それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパーズお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。
夢を奪われる感覚はクララには分かりませんが、想像しただけでもきっと辛いものですよね。確かに子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて、ダメ、考えただけでゾッとする。ありがとうクララちゃん、とっても重要な意見が聞けたよ。はあ、一気に遠くまで来たせいでちょっと疲れちゃった。今の集計結果はって引き分けじゃん。どうしよう、賛成の人も反対の人もそれぞれ自分なりの理由があったし、どれも合理的だったよね。そうだ、まだゼーレに聞いてなかった。今も大コークでコーフたちを助けてるのかな。ゼーレを探しに行こう。戻ってきたの？新しい情報でも手に入れた？うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの？重要なことに私の意見が必要なの？まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ、心の準備ならできてる。なんとなくだけど理解したわ。またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさかベロブルグの存亡に関わることだとは。で、ええ、ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだからゼーレの意見が重要なの。よし、決めた。ギブアップ。もう考えたわ。でも選択するのはブローニャの責任であって私じゃない。同意か拒絶か、あいつの心が今どっちに傾いていたとしても、それはきっと私よりはるか先を見てたくさんのことを考えてのものでしょうね。今の結果は引き分け、つまり私の一時的な考えがあいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのはあいつの代わりに決断を下すことよ。それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見ればこの件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ、だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫、あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。私はあいつを信じてる。もし何か聞かれたらさっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。結局ブローニャが決めるしかないってことか。本当にね、今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。いい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。大臣たちとの話し合いはどうなったかな。まだ早いし、どこかへ行く？うわ、人がいっぱい。クリフォト城ってこんな賑やかな時もあるんだ。でも
なんだか少しざわついてるね。少しは冷静にならんか。おかえりなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。なるほど。それぞれ問題を見る立場が違うからこの結果になるのも当然かもしれない。ゼーレは？ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ゼーレらしい。どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は？話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい。そこまで。どうすべきか分かった。待って。大守護者様にお話があるの。あなたは？姫子。姫子だ。本物だよね。ホログラムとかじゃないよね。安心して、美月ちゃん。正真正銘本物の姫子よ。あなたが請求列車の姫子さん。ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら剣奏者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、ブローニャ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。解決策は少し大げさかもしれないわね。あくまで追加の情報を提供するだけだから。この情報があればあんたは大守護者としてより賢明な判断を下すことができると信じてるわ。情報？分かった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね、故郷で起きたことを考えれば彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。それって？星の生態系を再建する。これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって
公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。わかった。ありがとう、姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげで、この問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとして、ただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。ベッドタウン、ジェパードはあそこでうちらを待ってるんだよね。またいつもの場所で冒険か。よし、行こう。